いい顔するな。はい、プレゼント第2弾です。双子チャンネル。あ、ありがとう。お父さんにもくれるの働けってことかな、これ。優しい。あ、ありがとう。2つもくれて。ありがとうね。戻しとくね。まあ、双子たちが洗濯バサミをママに渡すという空前の大ブームが起きております。水の道付き、はい、せっかく綺麗に見つけたけど、うん、ね、うん、ケーキ、うん、見ようか、うん、あ、でも意外と食べるね。うん、食べるちょっとご飯、はい、取れる。おいしいね。一口でかいな。一口でかいな。びっくりした。意外とお肉焼いただけでも食べるな。でも誕生日会の時よりはだいぶうまくなってるな。それそうよ。さすがにね、うん、よかった。なんか俺もそんな気がしてきた。うん、なんか普通のテーブルにしててよかったな。飛んでんな。今飛んだね。おい、ちょっと。あ、私もね。すげえ嬉しそう。すげえ。嬉しそうに。プレゼントもらってるよ、ちょっかり。いいね、羨ましいね。開けられてじゃん。開けられるか？いいよ。お互いのプレゼント気になるのかな？え、気になるんじゃないよ。ほら、すごい気にしてんじゃん。めっちゃ気にしてんじゃん。お芋クッキー来たよ、お芋クッキー。何もらったの？お芋クッキーとなんか少ないんだよ。え、一つじゃないの？うん。もらいすぎじゃないか？なんでだこっち、あ、ほら、あれ、なんか、かぼちゃクッキーだよ。おもちゃ入ってる。おもちゃ入ってる。お、かっこいい。出して伸ばしたらいいかもかね。すごいね。おお。どっちがどっち、ね、走ることよりタイヤが動くことが楽しいんだね。タイヤ回ることが楽しい。いいんじゃない、最初は。うぃー。無駄じゃん。いい顔するな。でしょ、そのまま人に渡したら失礼ですよ。美味しかったの、よかったね。自由だな、うん、はい、プレゼント第2弾です。パパとママからですよ。絵本です。ちょっとビニール剥がしたいんだけどな。剥がしてもいい、ビニール。絵本です。一応この絵本は12月の頭ぐらいかな、かな、頭ぐらいに双子と一緒に買いに行って、双子たちが興味を持ったものを購入して当日まで渡さないようにしてたんですけど、開かないよ。絵本が開かない。一応この絵本は仕掛け絵本なので動かせるんですけど、まだ双子たちは使いこなせないかな。こういう風にサンタさんが動くんですよ。
これがあの中にもいろいろなギミックとして仕込まれてますね。でこっちのサンタさんは引っ張るのかな。うわ、行っちゃった。真剣にめくってんのよ。この騒がしい環境の中で黙々とねギミックの使い方を探してるっていう意外とあの一人没頭して探すの好きなのかもね、うん、はい、こちら眠くてしょうがないグリーンくんです。遊びたい気持ちもあるけれど眠い気持ちがすごく強くて泣きじゃくっております。あ、でもちょっと遊びたそうだね。うん、もううまいじゃん。この状態で素直に寝てくれないんだけど寝ないからね。そう、寝ない。まあなんか楽しんでくれてるのかな、ね、とりあえずは満足してくれたのかな。クリスマス、うん、喜んでると思う。食べてるよ食べてるよ。知ってるもん、しょうがない。また来年はね、外でイルミネーションとか見ながらね、うん、楽しめたらいいんだけど。来年ならもっとね、自己主張激しいだろうからね。そうだね、行きたいところとか食べたいものとか。食事物とかね。もうね、クリスマスもね、自分たちで選ぶかもしれません。うん、洗濯物のケーキ欲しいと言われるかもしれない。ああ、そうだね。ママが作ったケーキじゃなくて、洗濯物ヒーローのアイスケーキが食べたいとか言うんだよ。アイスケーキか、冷凍庫開けとかなきゃな。これ食べるのはもうちょっと先か。ペースが嘘のようになんかチビチビ食べてますけど。なんでだろうね。ああ、いいじゃんいいじゃん。口に入れただけでもいいし。だってそれもう実質バナナだ。バナナの味しかしないもん。口に入れてふんふん。ああ、もう取っちゃダメなんだよ。